この動画では Maya2017 に新しく搭載された Arnold の機能について紹介していきます。Arnold は Maya2017 から規定のレンダーラーになり、Maya を実行後規定で使えるレンダーラーになっております。プラグインをロードすると Arnold メニューが表示されます。Arnold メニューからレンダーラービューそしてライトそしてさまざまな Arnold ノードにアクセスすることができるようになります。まず最初に実行するのは a r n o l d レンダ d ビューです。 こちらの方を実行すると、レンダーラーがこのシーンを解析します。真っ黒で表示されているのは、このシーンにライトがないから、真っ黒く表示されております。まずはライトを作ります。一番最初に行うのは、スカイドームライトが便利ではないかと思います。これを使うことによって、球場のドームタイプのオブジェクトが作成され、全周光のライティングが行われます。それによって、 シーンのレンダリングというものが実行されます。非常にノイズが多いですが、サンプリングの調整によって、このノイズを消すことができるようになります。レンダー設定のアーノルドレンダータブにサンプリングの項目があります。カメラ AA はグローバルサンプリングになりますので、ピクセルごとにどれぐらいサンプリングを行うかというのを、まず一番最初のカメラ AA サンプルで調整していきます。カメラ AA サンプルを 上げてていくと先ほどよりもノイズが消えていきますこれによってどんどんファイナルクオリティに近づけるようなレンダー設定を行うことができるようになります。またディフューズの方にもディフューズサンプリングがありますのでディフューズサンプリングの数を上げることによってさらにノイズが消えていきます。ただしレンダリング効果がかかりますのでどちらかの値を上げてどちらかの値を下げるというような設定がいいのではないかと思います。 またこちらのディフューズサンプルのところに数値がありますけれどもこれはカメラ AA サンプルとディフューズサンプルの乗数になります 6×6 のタイムズ 3×3 の乗数によってこの数値が割り出されます例えば6と3の設定になっておりますけれどもこちらの方を計算すると6のルートスクエアタイムズ3のルートスクエアこれによって324という数値が 割り出されますので、ディフューズサンプルの数が324というふうな形になります。またもう一つ、ライトタイプの方にもサンプリングがありますので、こちらの方のサンプリングの数を上げることによって、さらにノイズを消すことができるようになります。ただし、レンダリングコストがかかりますので、こちらの方は気をつけながら設定していくのがいいと思います。そして、レイディプスの方は、こちらの方はグローバルイルミネーションの設定になります。どれぐらいディフューズの照り返しを行うかというものを設定していきます。 規定では1になっておりますので、一度の照り返しによってこのシーンをレンダリングします。なので、暗いところをより明るくするためには、ディフューズのレイサンプルを上げることによって、さらに照り返しの計算回数が増えますので、より明るい表現になるのではないかと思います。このような設定を注意しながらレンダリングを行うと、よりプロダクションクオリティに近いレンダリングができるようになります。続いて、スカイドームライトについて、 解説していきますスカイドームライトのカラーのところに HDRI のイメージを使ったライティングを行うことができるようになります。イメージを割り当てます。3K の HDRI のイメージを割り当て、レンダリングを実行すると IBL のような形でこのシーンをライティングしてくれます。ライトの計算が終わったんですが、 このシーンは非常に暗い状態でレンダリングされているのが分かりいただけると思いますこの場合インテンシティを上げるんですけれども物理的に正しい計算を行う場合インテンシティよりもこちらのエクスポージャーの値を上げることによってエクスポージャーの値を上げる方が適切というふうにドキュメントに書かれておりましたなので例えば2倍のエクスポージャーの値を入力していただいて再度レンダリングを行うことによってシーンの状態というものが明るくなります またこちらのイメージは 3K イメージを使っておりますので、レゾリューションの値を 3K にすることによって、さらに精度の高いレンダリングを実行することができるようになります。HDLI を使わない場合、Use Color Temperature を使って、Kelvin 値で異論度の値の定義というものが可能になります。例えば、接続を解除して、Kelvin 値を調整することによって、UK のようなイメージ、また、値を上げることによって、 先ほど HDRI を割り当てた状態の色味というものを設定することができるようになりますこのシーンは全て単色で作られておりますので窓側の部分というものはつけた状態ではレンダリングされませんなのでこちらの窓枠のところを一度非表示にしますそうすると背景に貼られている HDRI 画像が表示されますこの状態でレンダリングを行うんですけれどもレンダリングした状態というものは黒く表現されます HDR 外画像を背景に表示するためには、レンダーセットアップのエンバイロメントのバックグラウンドのところにスカイシェーダーを割り当てる必要があります。CreateSkyShader ーーからスカイシェーダーを割り当て、同じ HDRI の画像を割り当てていきます。こちらの値が少し大きくなりましたので、インテンシティを下げてあげます。でカラーに対して同様の HDRI の画像を割り当ててあげます。 割り当てた後にレンダリングを実行することによって背景画像と IBL のライティング結果というのがマッチしてきます。